はいどうもゆうきです。王者の祭典レッドの手持ち縛りでピカブイ実況を続きやっていきましょう。今回は殿堂入り後の四天王夏目、京、桂の3人を倒していきたいと思います。じゃあ行きましょう。超能力は強い力だけど、それだけではどうしようもないこともある。あなたにあんな負け方をしてそれが分かったわ。超能力だけではない、今の私の本気の力、あなたで確かめさせて。さあ行きますか。いや、エスパーは怖いな。エスパーはな、得意な人がいないからな、その友達。バタフリーさんでどれだけの数を抜けるかって話ですよね。とりあえず1匹は倒していただけると嬉しいんですけど、シャドウボールで攻めるか。シャドウボールで一発ぶつけていく。あー、3発必要。しかも壁張るっしょ。だよね、そうだよね、光の壁張るよね。どうするかな。一旦バタフリー下げてガラガラ出して瓦割りしてもらうか。ちょっと待ってくれ。本当になんか準備が悪い。リフレクターとか光の壁とか使うと多すぎて困る。大丈夫、耐えれる。いや結構きついな。やばいな、割れるか。向こうの方が早いか。うわー、やられた。もう終わった。やられたな。どうする。でも今特殊に強いからカビゴンで無理やり攻めるかも。ちょ、カビゴン頼むわ。私のカビゴンさんの自信を使って、いや激輪でもいいな。激輪でいくか。いや物理にも強くしてきたよ。賢いな、さすがに。あ、効果ないんだっけ。あれ、この人フェアリーもしかして。マジか、フェアリーなのか。そんな顔してフェアリーというか、なんか若干怪しげな顔してるけど、そうか、うわ、やられたわ。地震で削ろう。そしたらまあ地震でも削りきれそうではありますね。カビゴンさんの耐性力があるんで。いや、やりやな。とりあえず地震であと一発でいく。カビゴン相当減らされたし、こっちガラガラやられてるからね。とりあえずこれで沈めて、いや最後に壁残してったよ。盗賊のためにでしょ。やるね、お気に上げしてたね。はい、これでバリアードはとりあえず倒しました。次何出してくる。やられたな。ルージュラか。ルージュラならこのままいて炎のパンチでいくか。このままで炎のパンチでもうすぐリフレクターも解けると思う。うわっ、まずいな。いや、まずいな。リフレクターせっかくなくなったのに。ちょっと攻撃耐えれないかやってみて、耐久できそうだったらね、無理から下げないか試したかったけど、なんだこれ。無理、チェンジ。そうしたら、ガラガラも炎のパンチ覚えてたんだよな。しょうがない、リザードでいこう。ワインにしたいし、いるならエグですね。リフレクターにしたいし、いやこれはワイかな。リザードをワインにして火炎放射でルージュラをとりあえず倒しちゃいたい。もう一回悪魔のリザードを倒しちゃいたい。頼むぜメガリザード。 OK、 火炎放射さすがに早いですね。削りきない。悪魔のキスまた来た。もうやめろよ、本当に。そのキスきついんだからさ。マジで助けて、頼むよ。リザード耐久してくれ、耐えてくれ。いやー、起きない。吹雪当たらない。起きて、リザード起きて、起きて、起きて、火炎放射だ、頼む。いやー、起きない。疲れが溜まってんのか。クソ、やばい。まあでも一発は耐えれると思う。ここでリザード起きて火炎放射しかないでしょう。ナイス、オッケー、ギリ。これでルージュラ倒せました。マジでナイスタイミングだった。よし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 。お、あ
ラプラスレベルアップ助かる。次何がある？ヤードランか。ヤードランならここは入れ替えてラプラス10万ボルトにするといいですか。アゴムズ、いやルージュラきつかった。悪魔のキスがきつい。ラプラスヤードラン抜けるかな。いいでしょこれは。同じ水タイプですし、ね、10万ボルトで、ね、ヤードラン10万ボルト覚えてないよね。大丈夫だよね。あんまり食らわないね。3発必要だね。サイコキネシスがじゃないこれならしばらくは狙えられるね。こっちのサイコキネシス覚えてますからね。ラプラスがこれでいろんなのに対抗できるようになります。 OK、 2発目食らわせて、おナイス、サイコキネシス避けた。すげえな。じゃあここで3発目10万ボルトよ。これで終わり。よし、ヤードランできた。あと2体が何が出てくるかって話ですよね。フーディンはいるよ。あと何だろう、スリーパーとかかな。あ、スリーパーですね。これこのままいけるか。いや、バタフリーでいくか。バタフリー頼むわ。これでバタフリーでシャドーボールと投げるかな。じゃあシャドーボールでこれでいきましょう。さあどのくらい入るか。あ、3分の1ぐらいか。でもあと2発食らわせたら、うえー炎のパチ。そういうタイプかよ。もう1発投げてバックしてもらうか。はい、2発目コミュールパチ、パチやられましたね。まあまあまあしょうがないしょうがない。よく頑張って。そしたらリザー、いやリザードってこれスリーパーだけなら倒せそうだな。リザードの火炎放射でスリーパー倒してもらって、フーディン相手にはピカチュウでいこう。これでいこう。リザードの頼む火炎放射だ。いいよ、さっきプレイでさすがに使えよ。これで OK、 スリーパーでいった。さああと1体リザードのレベルアップ。ナイス。もうそろそろ、いやでも四天王行くまでにみんな60はならないかな。ピカチュウだけは60になりそうですけど、じゃあピカチュウで行ってもらいましょう。頼むぜ。さあ、2でザブザブスライスからパチパチで最後決めればいいかな。ザブザブで急所とか入ったらかなりダメージでかいですしね。これで攻めてもらいましょう。マヒッタだ、マヒッタで美味しいし、うわあんま入んない。おっ、でもマヒ入った。ナイスナイスナイス。そうしたらマヒ入ったんだったらバチバチだ。うおー、ダメージでかいな。やばい、2ターン後にやられるピカチュウじゃん。まずいバチバチで。ちょっとマヒ働いて技出せなかった。オッケー、めっちゃ入るバチバチ。しかも体がしびれて動けない。ナイス。じゃあこれで終わりよ。バチバチアクセル、やったね。オッケー、フーディン倒した。これで夏目さんも倒せました。5人目ですね。よし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 。あなたほどのトレーナーはこの先3年は現れないわね。3年か、もっと長くあってほしいけど。3年か。あなたに負けてもショックを受けることはなくなったわ。その代わりあなたのような強さや自由を手に入れたいと思うの。いろいろやるといいよ夏目さん。もう美しいし、デートとか行きますか。あ、大丈夫ですか。そうですか。じゃあ次行きましょう。はい、次は5人目。正直あんまり戦いたくない京さんです。あははは、お主でござるか。再び相場見えた今こそ、その時さらに磨き上げた変幻自在怪しの技、お主にぶつけたいと思っていたところよ。いや、その怪しの技が苦手なんだよ。結構苦手なんだよあなたの戦い方。いけるかな。まあでも今回ラプラスがサイコキネシスを覚えてるんで、なんとかラプラスと、あ、ドッグクラブか。じゃあ10万ボルトです。あとはバタフリーもサイコキネシスを覚えてるから、そこら辺で頑張ってほしいから、サイコキネシスでいこう。いや、もうドクドクほんとやめてほしいんで、バボル使うんでしょ。もうよくない、よくないよそういうの、よくない。ちょ、サイコキネシスでフロントワークできたら嬉しい。あ、無理だわ。いや、結構耐久力あるわこの人。くっそー、これで毒で削るでしょ。
サイコキネシス通ってワボル使わないでお願いだから頼むよ。あ、オッケー、メガドレか。それはそれで厄介だぞ。回復するやん。で、そう来るか。ちょっと待って待って、それはそれで困る。ちょっと待って、使えるか。メガドレは良くない。イエー、変えよう。これはきつい。バタフィー頼む。いや、ちょっと待って、ここはピカチュウで行くか。ピカチュウで毒クラゲ倒してもらっちゃおう。頼むわ、ここはさすがにきついわ。相棒、もう本当うちのエース。ここメガドレはピカチュウ耐えていく。あ、2位はそこそこまくなってないけど、これで、はい、バチバチアクセルで毒クラゲワンパンで落としてほしい。いけるか。オッケー、さすがですね、ピカチュウ。やったね、さすがで相棒。これで、毒クラゲを倒せたから、次、マカドガスね。じゃあ、ここラプラスでちょっと頑張ってもらおうか。いや、でもいきなり守るクラ、いや、でもラ、いや、バタフリーでいこう。あ、ちょっと待って、マタドガス。っていうことはガラガラでもいけるじゃん。ガラガラでいくか。そしたらガラガラ頼むわ。君の骨ブーメランなら2発ぐらいで倒せるぞ。頼むぜ。で、初手ドクドク打ってきたとしてもその間に骨ブーメラン入ったら美味しいんで。 OK、 しかも先行取れてる。いいよ。お、急所に当てた。ナイス。いや、めっちゃナイス。 OKOK、 これで2回当てたらドクドクやっぱりいいよね。当てるよね。次、守り使うことを見越して剣の舞しておくか。ありえそう。え、自力で倒した天才か。天才か、お主。このブーメランもう一回打ってやる。すごい打ちの効果、いい子。はい、オッケー。これでマタドガス撃破。よし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 。しかも毒もない状態ですから、ね、ほんと頑張ってみた。次はモルフォンか。そしたらモルフォンはここメガリザで行ってもらおう。メガリザ Y です。ここは今回みんなで迎えてる。いいよ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 。そしたらこれで、でもモルフォン可愛いんですよね。そうなんですよ。後ろに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 後ろ。あとは何が出てくるの。ゴルバットとか出てくるの。ゴルバットあと何だろう。え、あと何だろう。まあ、や、モルフォンはこれで倒せました。 OK。 あと何が来る。ゴルバットだね。ゴルバットはこのままメガリザで倒せるかな。ちょっと火炎放射で攻めてみちゃいましょうか。そんなにこの人は防御力高くないと思う。抜けたら、あ、でもそこそこ空を飛ぶ。そうくる。そうしたらね、こっちもね、空を飛ぶがあるわけなんですよ。ここで空を飛んで回避をするという。はい、回避。はい、誰もいないフィールド。はい、当たらない。ここで空を飛ぶ返しをするわけですよ。そういうことするからよ。はい、上空から当たってますよ。 OK、 ゴールバック撃破。あと1匹なんだ。え、なんだっけ。え、なんだっけ。あ、ベトベトンか。ベトベトン、やだな。やだな。リーダーの火炎放射で攻めてみる。ベトベトンは耐久力あるから苦手なんですよね。あ、空を飛べるようにしてほしい。ちょっと普通にしくった。普通にしくったんだ。守る使うなよ。あ、オッケーオッケー。とりあえず、まあ、空を飛ぶ一発入れられたからいいけど。あー、結構入んじゃん。耐久力あるのか。こんなら激凛で攻めるか。大丈夫、この毒が回る前に試せるはず。これだったらリザードンさんは負けないよ。激凛、ここの激凛で攻めてやろう。まずは一発。多分これだと倒せないけど2発目で倒せるはず。ヘッドロバクダを耐えていく。耐えながら毒も耐えながら、これで終わりよ。2発目の激凛ですよ。メガリザ Y の羽のちょっとボロってる感じがかっこいいですね。
オッケー、ベトベト撃破。これで準備が6人の将を倒しました。残り2人、いや混乱してますね。疲れたでしょう。終わりだから大丈夫だよ。ゴロゴロレベルアップです。今の拙者で叶わぬならさらに精進するだけよ。いや前向き、いい、そういう姿勢大好き。お主や真のようなトレーナーがいるのであれば、今のポケモンリーグは相当の強さを誇る施設でござろう。拙者も四天王を目指してみよう。目指してくださいよ。はい、ラストはグレンジムの桂さんですね。相変わらずなのここ。え、どうやって話しかけるのこれ。え、話しかけらんのかな。あ、ここから上登れた。懐かしい懐かしい。ここ桂さん遊ぼうぜ。よーし、よく来たな。お前はポケモン屋敷にこのジムの鍵を取りに行ったのだったな。その時何かを見たか。何、あそこには古い友達の研究の跡がある。最近それを調べる少女の噂。お前はブルーという少女は知らんか。え、ブルーってポケモン屋敷で出てくる。まあわしにもよくわからん話なのだ。そんなことよりせっかくだから一つ勝負と行こう。よーし。え、気になるね。ポケモン屋敷行きたいんだよ。え、出てくんのかな。ちょっと後で見てみよう。まあいいや、じゃあサクッと倒さないとね。はい、ブーバー来ました。基本炎タイプだからラプラスに頑張ってもらいたいところですね。ラプラスだけでいけるかな。そんなに簡単じゃないか。まあ、波乗りでとりあえず攻めてもらいましょう。お、鬼火避けた。ナイス、これは助かったな。さあね、波乗りで押し流していくけど、あと上はバンバンできないのか。ブーバー結構特殊な防御が高いのかな。なんか前も硬いなって感じた覚えある。あー効果抜群、結構いろんな技覚えてんね。はい、波乗りでとりあえずブーバーはまず倒せました。さあ2匹目は、次は誰ですか。多分ギャロップとウィンディーはいるだろう。次はキューコンか。あ、キューコンも前確かいたっけ。あと1匹じゃ誰だろう。前行きますか。でそのまま波乗りで攻めていただきましょう。あ、ソーラービーム、やばい。これ食らったらラプラスやられるぞ。波乗りでワンパンできればいいけどさ、やばいな。え、ちょっとまずいな。これ変えるか。そうしたらカビゴンで耐えてもらおうか。でカビゴンなら自信も使えるんで、まあ、その後も戦えるっていうことで。ソーラービームって結構あのリザードンとかも覚えるし、いろんな子が覚えて便利ですよ。おお、かっこいい。あ、ソーラービームかっこいい。じゃあこれで地震でいきますか。なんかエクゼフォーのブルームベイみたいな。また貯める、やられるよ。逆に耐えられるのかな。これ耐える自信あるからソーラービームにした。あ、よし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 、カビゴンナイス。さあ3体目は、なんかブルーは普通に今いるのかな。でもよしかも、ブースターか。ブースターまあまあまあ自信で倒せるかな。行ってみましょうか。はい、ここで自信で、うわーバカ力、まずい、ここ飛ばない。ナイス、よく耐えた。これ耐え切ったのは偉い。じゃあここで自信にして、もう一回バカ力使われるか。ナイス、オッケー、ブースター撃破。ここはもうカビゴンチェンジですね。中間に頑張ってくれましたよ、前は。そしたら、いや、ラプラスかな。ラプラスに戻そうか。ギャロップが来るね。ラプラスはまだ体力あるから戦える。頼むぜ。カビゴン交代で、はい、行っておいでラプラス。さあこれで波乗りかまして、ギャロップって色違いなんか青い縦髪してるんですよね。あれもかっこいいですよね。フレアドライブ耐えてくれ。ルーはダメージでかいな。でもこれで波乗りなら若干減ってるし倒せるようになる。オッケー、ギャロップ撃破。じゃああと1匹ラストが見ていくか。そうしたらウィンディー相手はザブザブサーフ使えるからピカチュウでいくか。そう考えるとうち水もかなりレパートリー豊富というか強いですね。ピカチュウ頼むな。炎と水が結構いいな。クセがあんまいないな。メガドリーしかないと思った。でこれで、はい、ウィンディーさん来ました。手紙が可愛いですね。じゃあザブザブサーフで
決めたね。いや硬っ、腕硬っ。あ、腕もバキ入った。ナイス、これはナイス。じゃない、はい、はい、危な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 い。あ、でも反動食らったから、これでザブザブサーフなら倒せるんじゃない。ここでザブザブサーフですよ。オッケー、よしよしよし、結果フレアドライブ打ってくれて助かったか。オッケー、勝ち。これで7人目倒しましたね。ピカチュウも無事レベルが60になりました。ピカチュウちょっと強化しておこうかな。お、バタフリーもレベルアップ、これも助かりますね。オッケー、わーい、わしは燃え尽き果てた。燃え尽き果てるな。なんかメガネ取ったらかっこいい顔出てきそうだよね。最近はジムへの挑戦者が増えてきた。なんだか楽しいそうだ。それはよかった。お前もバッジは持ってるが気にせず来るといい。また来るよ。ありがとうね、おじいちゃん。そうしたらちょっとポケモン屋敷気になるから一回見てくるかな。ブルーいるのかな。ブルーいなそうですね。なんかミュウのマスタートレーナーとかいますけど、ミュウマスターってすげえな。究極のミュウって、ミュウ自体がもう特別だって話なんですけど、まあブルーはまたそのうち会えるということなので、まあ、楽しみにしておきましょう。アメタモンいらんで捕まえとこう。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は四天王、強化された四天王の戦いに行きたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ではよければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。あとは王者の祭典ぜひ読んでください。お疲れ様です。